1995年の西武ライオンズでは、1995年の西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、東を治む監督の1年目のシーズンである。前監督、森正明優待の後を受け、東を監督が就任。開幕戦は、大英相手20から11で赤敗したものの、貯金を作りそれでも5月末まで首位を守りパリーグ。 六連覇は時間の問題と言われた。神聖、東を西部の目玉は、オレスティス・デストラーでの復帰だったが、デストラーでは六本類だと制裁を書き過程の事情も、あって、途中退団。六月以降は、負けが多くなり六月十八日にはオリックスに、首位の座を明け渡すと二度と首位に帰り酒なった。そして阪神、淡路大震災からの復興のために一丸となった、オリックスは、 全身の阪急ブレイブス以来11年ぶりのリーグ優勝を飾った。そのオリックスとの対戦成績も5勝21敗と相性が悪く、オリックス戦の負け越しが V1 の原因となった。8月末には9年連続の B クラスだったロッテにモニーの座を奪われ、以降ロッテとの2位争いに終始するも9月19日には本拠地、西部球場でオリックスの胴上げを許した。 それでもチームは3位で終了したものの、オフには辻初彦が自由契約となった。個人タイトルでは新外国人のダリン・ジャクソンと佐々木誠がベストナイン、伊藤つとむがゴールデングラブ賞を獲得した。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。